で、あとこれはですね、まあ、10年ちょっと前にまで僕が実際に使っていたまあ、コンピューターなんですけれども、と一応そうですね、今皆さんがよく使っているコンピューターに比べるとちょっと筐体が大きい感じもしますが、一応今でもこの規格の筐体っていうのはあります。で、一方で、まあ、ここ最近はですね、もっと小さな筐体で同じような機能を、持つ計算機というのも結構あるかなというふうに思います。で、じゃあまずですね、この、順番にその構成要素を紹介していきたいと思うんですけれども、このですね、真ん中にこれはファンなんですが、このファンのがなんかあるんですけれども、このファンの下にですね、後ろにこの CPU がくっついています。で、ちょっとこのファン取るのは結構面倒なんで、今日は実際に取らないんですけれども、CPU の実物はこんな感じなんですね。一応ここの検査機に乗ってる CPU と同じ形のものをちょっと上げてみました。まあ、大体5センチ、一辺5センチぐらいの正方形 の形をしております。で、裏側はですね、こんなふうに金色のピンがぎっしり生えていまして、こんな感じでピンが生えていまして、まあ、剣山みたいな、生け花の剣山みたいな感じで生えていますけれども、まあ、ここにこう信号が流れると、まあ、いろんなデータの情報が流れるという形になっております。以上がまず CPU ですね。で、次にメモリーなんですけれども、まあ、ちょっと拡大して、この CPU の上のところにですね、ここに刺さっているのがこのメモリーです。取り出してみます。そうですね、こんな形の形をしております。こんな形ですね。で、まあ、表側とそれから裏側にこのメモリのモジュールが載っているわけです。で、最近の、まあ、集積量の高い小さいパソコンですと、このメモリがですね、この後ろ側にあるこのシステムボードにこう最初から固定されていて交換できなかったりするんですけれども、この規格のようなもう少し大きいパソコンですと、こういうメモリモジュールも交換してですね、こうメモリの容量を増やしたりとか、あるいはより高速なメモリに付け替えたりとかっていうこともできるようになっています。で、次に外部記憶装置ですね。外部記憶装置なんですが、この計算機にはハードディスクと呼ばれるものが2台ついていますので、ちょっとお見せしましょう。こんな感じですね。ハードディスク、なんか箱のような形をしています。裏に見せると、なんかハードディスクを制御するような回路がついています。で、まあ、箱のような形しているんですけれども、これをなんでディスクというかっていうと、なんで円盤っていうのかっていうのをちょっとこれからお見せしたいと思います。これ戻しておきましょう。まあ、こちらも同じようなハードディスクなんですけれども、皆さんこのハードディスクの中身を見たことある人どのぐらいいますでしょうか。これはですね、もう使えなくなったハードディスクなので、蓋を開けて中身をお見せできるようにしたものです。ちょっと開けてみましょう。なんかこんなふうになってます。円盤なんですね。中にあるのは金属の円盤が入っていまして、です。だからこれはディスクって呼ばれるんですね。はい。で、このハードディスクにはちょっと見にくいかもしれませんが、円盤が、2枚入っていまして、これが高速で、高速に中で回転しています。これ、ハードディスクの性能表を見るとですね、このディスクの1分間の回転数というのも載ってまして、例えば1分間に5400回転とか7200回転とか、早いものだと1万回転ぐらいするようなディスクもあると聞いています。で、あとここにある金属の部分が、の先に磁気ヘッドがついておりまして、このハードディスクにはこの磁気で情報を記録したりするんですけども、このハードディスクが、まあ、ヘッドが動いて、こうあちこちの場所 の情報を読み出したり書き込んだりするというふうになっております。それからこのディスクはですね、非常に硬い部品からできています。
僕は実際このディスクをですね、壊そうとしたことがあるんですけれども、というのは情報セキュリティの保持のためにですね、パソコンを廃棄するときに、このハードディスクを物理的に廃棄するということが時々行われることがありまして、でまあ、ちょっとある先生に頼まれて、ディスクを壊しに行ったことがあったんですね。ところが、これがなかなか壊れなくて、すごく苦労したということがありました。という形のものが、これハードディスクです。で、先ほどのハードディスクはですね、こういう据え置き型のパソコン用のハードディスクで、3.5 インチって呼ばれていて、このディスクの直径が 3.5 インチなんですね。で、こちらは少し小さめの、さっきのものより小さめのディスク、ハードディスクでして、こちらはノートパソコンに使われていたものです。で、これはディスク、中にやっぱり同じようにディスクが入っているんですけども、このディスクの直径が 2.5 センチ。2.5 インチですね、そうですね。2.5 インチなので、2.5 インチのハードディスクというふうに呼ばれております。あと、最近ですと、そのハードディスクに代わって、この SSD と呼ばれる、ディスクですね。メモリのような形の、ディスクも使われることが多いですね。ソリッドステートディスクの略で SSD というふうに呼ばれますけれども、こういうものがついている場合も多いかと思います。でちなみに、先ほどお見せしたこの 2.5 インチのハードディスクは、まあ、15年ぐらい前に僕が使っていたやつで、まあ、容量が 40GB なんですけれども、でこちらの SSD はですね、この大きさでいくらですかね、256GB あって、なんか小さいけども、やっぱり今のものの方が性能がずっと良くなっているということが分かるかと思います。あと、外部記憶装置としては、今ちょっと使える機会が少なくなったかと思いますが、CD や DVD ドライブといったものもありますね。でこれはパソコンのこういった筐体に内蔵する形 の, DVD ドライブで、まあ、こういった形で売られています。それから、じゃあ、ここからが少しレトロなものの紹介なんですけど、先ほど紹介しましたフロッピーディスクですね。これ、3.5 インチ の, フロッピーディスクでして、まあ、こういう形をしております。で、上の方にプラスチックのシャッターがついていて、ここを開けると、やはりその円盤が少しだけ顔を出すようになっています。これ、プラスチックでできた円盤なんですけれども、まあ、これは僕が高校生ぐらいの頃から、まあ、15年ぐらい前までよく使われていたかなというふうに記憶をしております。ちなみにこれ の, 記憶容量がだいたい1枚1メガバイトとか 1.5 メガバイトですね。それからもう少し時代を遡るとですね、先ほどの 3.5 インチよりももうちょっと大きくて薄っぺらなフロッピーディスクも使われておりました。さすがに、これは僕がですね、多分小学校から中学ぐらいに使われているもので、僕も実際には使ったことはほとんどないんですけれども、これは直径が5インチのフロッピーディスクなので、5インチのディスクと呼ばれておりました。で、もはやここにはね、シャッターなんかもなくって、記憶領域にこう、手なんかで普通に触れるような形になっております。まあ、ペラペラな感じですね。それからと20年ぐらい前から15年ぐらい前に一頃使われていた外部記憶装置に、MO というものがありました。光磁気ディスクと呼ばれるもので、英語でいうマグネットオプティカルの頭文字を MO と呼ばれているんですけれども、これは直径の 3.5 インチの MO ディスクで、容量が 230MB だったので、当時フロッピーを使っていた身からすればかなり画期的な外部記憶装置だったわけですね。あとは皆さんよくご存知の、USB メモリーですね。ちなみに この USB メモリーはなんか点キーがついてますけど、中の情報を暗号化することができて、で暗証番号を設定することができるようになっています。ちょっと特殊な USB メモリーです。まあ、SD カードは一応皆さんよくご存知だと思いますけれども、
まあ、これは 64GB の SD カードですけど、これフロッピー何倍分だろうって思うとちょっとフロッピーの枚数がちょっと恐ろしい感じがしますね。はい。まあ、大体外部記憶装置としてはそんな感じのものをちょっと紹介させていただきました。あとはまたちょっと番外編なんですけれども、これですね、あの携帯電話なんですが、あのまあ、なんかちょっと変わった、少し分厚い、なんとなく旧式っぽい携帯電話に見えると思います。実はこれは、今ですね、携帯電話だと皆さんよく使っているのが iPhone か Android かどっちかだと思うんですけれども、この Google が開発した Android OS を搭載した世界初の携帯電話なんですね、これ。で、実際には、その売られていた、その販売された携帯電話ではなくって、その Google が当時 Android OS が出たときに、開発者用にこう売っていたものを僕は個人的に買ってるんですけれども、たまたまその携帯電話がですね、あの世界初で商用化されたあの HTC のマジックっていう携帯電話と同じ機種だったということです。で、ちょっと面白いのはですね、これ、筐体が少し分厚いのには訳があって、これ筐体をスライドするとフルキーボードが出てくるんですね。で、こうパチパチ親指で打てると。まあ、そういう機能を持ったちょっと珍しい携帯電話です。で、ついでにちょっとまたレトロなものがあったのでちょっとお見せしますけども、これですね。はい。これは何かと言いますと、実はパソコンなんですね。ハンドヘルドコンピューターと呼ばれる部類でして、いつ出たかっていうと、この機種はエプソンの H40 って機種なんですけど、1984年、昭和59年の発売です。で、まあ、これある先生からお預かりしたんですけれども、筑波大学の数学で買ったのが昭和61年になってますね。僕が小学6年生の時ですけれども、僕が中学3年の時ですけども、まあ、その頃の、当時としては画期的な携帯用型のコンピューターだったわけですね。この頃っていうのはパソコンといえば全部据え置き型だったんですけれども、まあ、中にはこういう持ち運びできるコンピューターというのもあってですね、ちょっと僕も珍しかったのであまりこれは実際には見てみませんが、こういうのもありました。で、データの記憶の仕方はですね、ここに何かついてるんですけど、こういうものがついてます。マイクロカセットと呼ばれるカセットテープですね。これは細長いプラスチック状のテープが巻かれてるんですけれども、よく音楽用なんかではこれより一回り大きいカセットテープというのがあったんですが、その小さい方のマイクロカセットにデータを保存するという形 の, コンピューターがありました。あと、ディスプレイはなんか、一応こんな感じで表示ができるということで、今はちょっと電源入れませんけれども、一応先日電源を入れたときにはちゃんと電源が入りました。あと、まあ、すいません、これで最後ですけれども、こちらはまあ、リンゴのマークがあるので、多分皆さん察しがつくと思いますけれども、Apple のノートパソコンですね。で、ただ、これが作られたのが2003年でして、今から約20年前の当時 PowerBook G4 と呼ばれていたパソコンです。こんな感じで、これは僕が実際に使っていたものです。で、まあ、この頃のですね、Mac と今の Mac 比べてちょっと驚くのは、この頃、MacOS っていうオペレーティングシステムが動いてるんですけども、MacOS 10っていうのは、この頃の時代からほとんど変わらずに、こう今のまで、こう、形で使われているということですね。で、まあ、その辺は、その MacOS 10がやっぱり、この時代の進化に、こう、ついていっているというか、それでも使えるということを、まあ、示しているのではないかというふうに思います。一応、この、PowerBook は今でも起動することができます。ということで、ここにですね、ちょっといろいろ今日持ってきましたので、もしこの授業が終わって、興味ある人がいたら、ちょっと見に来てみてください。はい、ここまでの質問、何かありますでしょうか。はい、じゃあちょっと時間切り、ここを切り替えますので、少しお待ちください。